そこが好きだよ日本人へようこそ。皆さんこんにちは。日本のお正月に欠かせない食べ物といえばやはりお餅ですよね。古くは縄文時代の後期に稲作とともに東南アジアから伝わったとされています。平安時代以降は特に顕著になり、正月などの晴れの日には欠かせない縁起の良い食べ物です。日本では現代でも正月にお餅を食べる家庭は多いのではないでしょうか。今回そんな日本のお餅を食べたフランス人のビアンカさんの話を聞いていきましょう。こんにちは。私はビアンカ。フランスのパリに住む17歳よ。パリは本当にいい街なのよ。芸術面ではルーブル美術館やオルセー美術館、建造物ならエッフェル塔に凱旋門にベルサイユ宮殿、セーヌ川にフランス料理にブランドショップ、花の都パリなんて言葉があるらしいけど、本当に多くのものがパリに集まるわ。そんなパリで最近日本発祥の餅が大ブームになっているの。フランスやイギリスのインフルエンサーの SNS がきっかけで広まったらしいんだけど、日本の雪見大福やいちご大福に惚れ込んだフランス人が現地で同じものを製造し、ネットで販売を開始し、それが大ヒット。勢いそのままに実店舗で大福餅専門店まで出しちゃったのよ。その影響は本当にすごくて、 Google で餅がフランスの検索数で異常な数値を叩き出したワードだったと発表するほどのブームになったの。その人気の餅だけど、フレーバーはあんこ、アーモンド、抹茶、柚子、チョコレート、黒ごまなどいろんなものがあって、季節によっても変わるの。あれ？日本の餅とはだいぶ違うって？そうなのよ。フランスで大ブームが起きているのは、雪見大福やいちご大福に影響を受けた様々なフレーバー大福のようなもののことを言うのよ。私も何度か食べたことがあるんだけど、あのもちもちな食感と様々なフレーバーの味が絶妙なバランスで本当に美味しいのよ。そんなフランスの餅にハマってしまった私が、なんと初めての海外旅行で日本に行けることになったのよ。年の離れた兄が日本人と結婚し、兄の奥さんの実家が私たちを招待してくれたの。私は初めての海外旅行に行けることになり、これまで生きてきた中で一番兄に感謝したわ。それ以上に兄のお嫁さんとご両親に感謝したけどね。日本についてまず印象に残っているのはソイソースの匂い。羽田空港を降りてすごくいい匂いがしたのよ。あとは清潔で、空港の職員もものすごく丁寧で親切だったのが印象的だったわ。その時に兄の家族にはまだ会っていなかったけど、すでに私は日本のことが好きになっていたわ。最近はインターネットで何でも調べられるから、私はそこまで日本に悪い印象はなかったんだけど、フランスの教育では日本にポジティブなイメージを持つことは難しいの。その理由は、第二次世界大戦でフランス、ドイツと戦い、多くの国を占領した占領国というふうに学校で教わるからよ。だけど、日本について日本を知って、私は歴史のことよりも今の日本をもっと知りたいと思うようになったわ。日本に着くと兄が出迎えてくれて、そのまま車で兄の奥さんの実家に向かったわ。兄は私と違ってもともと日本が好きだったみたい。大学在学中に日本の漫画やアニメにハマって、そこからずっと日本語の勉強をしていたわ。大学卒業した後は日本の企業に就職すると言って、すぐに日本に行き、そのまま帰らぬ人となったの。車で兄が思い出したように、フランスで今餅が流行っているんだろうと聞いてきた。そうよ、私はチョコフレーバーの餅が大好きね。日本でも食べてみたいわ。と答えると、
兄は嬉しそうに笑った後で、本場の餅を食べさせてあげるよと教えてくれた。私はすごく嬉しかったわ。フランスほどではないかもしれないけど、日本はもともと料理が美味しいことでも有名だから、きっと日本の餅も美味しいに違いないわ。家に着いて挨拶を済ませて談笑していたら、兄が突然私だけを呼んで、白い丸いものを小さく切って私に渡してきたわ。これが日本の餅だよ。一気に食べるのは良くないから、この小さなものを一度食べてみな。私は兄に言われるがまま、とりあえず餅を食べてみたわ。でも全然美味しくないの。味はしないし、もちもちもしなくて、ただ硬いだけ。兄が言うには、日本の餅はあまり美味しくなくて、日本人は食べないそうよ。日本では平安時代の頃から祝い事の日には餅を食べるという風習が始まって、歯固めの儀と言われるお正月に一年の健康や長寿を願い、餅、大根、串柿、カブ、スルメ、昆布などの硬いものを食べ、歯を固める儀式を行っていたことから、今でも正月に餅を食べるそうよ。歯を固めることで丈夫になり、健康になるという考えから始まった行事だと言われているんだって。だから縁起物といって、美味しくもないのに、正月にはみな我慢して食べるのね。私は本場の餅は甘くてもちもちしていて、きっとフランスの餅と同じか、それ以上に美味しいものだと思っていたから、がっかりだったわ。私が不服そうにしていると、兄はこう言ったわ。この日本の餅は実は本当に危険な食べ物なんだ。体調は大丈夫か?と聞いてきたのよ。何を言っているの?確かに日本の餅はあまり美味しくはなかったけど、そんなに危険なものが縁起物のわけないじゃない。馬鹿らしいことを言う兄を無視して皆が集まる部屋に戻ろうとしたら、兄がスマホのページを見せてきたの。そこにはだいたいこのようなことが書かれていたわ。日本では毎年のように1月に人が餅を食べて不慮の窒息で亡くなっており、その数は1000人にも上る。65歳以上の患者が約9割に上るが、中には若い人が窒息することもある。高齢者は早く口の機能が衰え、噛む力や飲み込む力が弱くなって、スムーズに喉の奥へ送って飲み込むことが難しくなっており、また喉に食べ物が詰まりかけた時、咳などで押し返そうとする力も弱くなるため窒息しやすい。兄はこの餅は日本では別名白い悪魔と呼ばれていて、絶対に一度にたくさん食べてはいけないものだと説明したわ。嘘でしょ?私は青ざめたわ。兄は何てものを私に食べさせたの?餅がそんな危険な食べ物だったなんて。兄が小さく切って多くを与えなかったのはそういうことだったのね。それにしてもいくら配慮していたとはいえ、あまりにもひどすぎる。本気で怒る私に、兄が我慢できないといった感じで笑い出したの。私は何がおかしいのかわからなかったけど、とりあえずからかわれたことだけはわかったわ。やっぱり餅が危険だなんて嘘だったのね。すると大笑いする兄から餅を取り上げて、兄のお嫁さんが兄を叱りながら教えてくれたわ。話を聞くと、兄の話は半分嘘で半分本当らしい。嘘だったのは白い悪魔と市販の餅はそのまま食べる、この2つで、あとは本当らしい。私は混乱したんだけど、なんとか理解できたわ。市販の餅は硬いけど、焼いたり煮たりすると柔らかくなってもちもちする。そのもちもちの餅を食べると死ぬかもしれないということね。つまり兄は安全な方法で私を脅かしたってことね。でもそんなに危険な食べ物なら
どんなにもちもちで美味しくても私はいらないわよ。餅はフランスの餅で十分。日本食は寿司と和牛で十分だと思ったわ。兄の奥さんが餅はそんなに危険でもないし、とても美味しいものなんだけどね、と言ってくれていたけど、餅を食べたいという気持ちにはなれなかったわ。その日の夜ご飯はお好み焼きだった。私はすごく嬉しかったわ。お好み焼きは実はすごく外国人に人気で、日本に来る外国人観光客が食べたい日本の料理で上位に来るほどなのよ。なんだか独特のもちもちした食感があるところがとても美味しくて、大きなお好み焼きを2枚も食べてしまったわ。あのもちもちした食感の食材は何かを聞いたら、兄はそれが日本のもちだよって教えてくれたわ。お好み焼きにもちが入っているの？私はもちを食べないと決心したその日の夜に、知らないうちにもちを食べちゃったのよ。でもすごく美味しかったわ。あれが餅？フランスの餅と全然違うじゃない。すると兄は、餅は喉に詰まりやすいと分かっていても老若男女が食べたくなるほど魅力的な食材なんだって、今度は餅のいいところを教えてくれたわ。フランスの餅は日本で言うと雪見大福やいちご大福のような位置づけだけど、日本の餅は主食、おかず、デザート、どれにでもすることができるらしいの。あんこを包んだり、きな粉をまぶしてデザートのように食べたり、醤油につけたお餅を海苔で包んで食べる磯辺焼きや、正月の定番料理お雑煮、今回のようにお好み焼きに入れることもあるし、ケチャップとチーズを乗せた餅ピザ、餅入り餃子なんてものもあるらしいわ。しかもそのどれもが美味しいんだって。食べる前だったら絶対信じなかったけど、一度食べてしまうと本当に美味しいのかもしれないと思ってしまうわ。確かに餅を喉に詰まらせて不慮の窒息で亡くなってしまう方はいるけど、その理由は65歳以上となると噛む力の低下や唾液の分泌量が減ってしまって、餅に限らず食品が詰まりやすくなってしまうことが原因らしいわ。餅は確かに喉に詰まりやすい食材だけど、どんな食べ物を食べる時でもその年齢になったら注意が必要ということらしいわ。餅は栄養価も高く、運動のエネルギーに使う糖質の量は日本人の主食のお米よりも 30% 以上も多いのよ。腹持ちもよく、体内の代謝機能を上げてくれる働きもあり、免疫力が上がったりする効果も期待できるんだって。なんだか最初は最悪なイメージだったけれど、日本の餅への印象が180度変わっちゃった。その日を境にいろいろな餅料理を食べさせてもらったけど、どれも美味しかったわ。一番のお気に入りは日本の香りだと思ったソイソースをかけた焼き餅よ。フランスで同じものを作ることができたらきっと流行ると思うわ。餅と餅は同じもののようで別物だったのですね。フランス以外にも欧米やアメリカでも餅は流行っているらしくて、日本の代表的なスイーツとして世界中で愛される日も近いかもしれませんね。餅をきっかけにビアンカさんのように餅を好きになってくれる人がもっと増えていくと、日本人としてはさらに嬉しいですね。それでは皆さん、ごきげんよう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。